えー、皆さんおはようございます。えー、労働組合法入門の3回目を始めさせていただきます。えー、今日はの、労働組合、<laughs> まあ、あのー、今日からですね、いわゆる、あのー、労働組合法そのものの、ね、解説に入っていきたいといで、第一章として、労働組合の登場人物と、労働組合法の登場人物と、 いうことで、えーなえー、いくつか挙げられるんですが、まずは最初はですね、労働者というものについて考えてみたいと思います。えー、まずですね、労働組合法を学ぶにあたってですね、えー、必ずの法律というのはですね、まあ、ほとんどの法律にはですね、 その第一条にですね、このその法律は何のために制定されたかというようなことが書かれております。そういう意味ではですね、ここに書かれている目的といわれるものはですね、法律全体を解釈していく上での指針となります。ね、迷ったらこの目的に戻って考えると。 というのが一つの考え方だと思います。そういう意味では非常に重要、まあ抽象的ではありますけど、重要な条文だということになると思いますで。そこをちょっとまず最初に確認しましょう。で労働組合法第1条目的。この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場を注意してですね。 交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位の向上を図る、向上させること。いいですか。労働者の地位を向上させること。労働者がその労働条件について、交渉するために自ら代表者を選出すること。いいですか。交渉するため、いわゆる団体交渉ですね。するために、自ら代表者を選出すること。 代表者だったら自ら選ぶということですね。その他の団体行動を行うために、自主的に労働組合を組織し、この自主的にということですね。自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること。ね。団結するということを擁護すること。並びに、使用者と労働者との関係を規制する、労働協約を締結する。 最終的にこの、労働組合の目的は、労働協約に結実するんですよね,ね。お互いの、まあ、労使の約束事とですね、やる。労働協約を締結するための団体交渉をすること、及びその手続きを助成することを目的とするということですね。うん、まあ、ここにも、まあ、要するに、最終的には、まあ、団体交渉してですね、 労働協約を締結するというのが、まあ、最終的な目的であるということのように書かれているふうに、私には理解できるんですけどね。まあ、あの、非常に、なんていうんですかね、労働組合法のお特色をお、総合的に、ね、短い文章ではありますけど、表しているものだということで、 え、時々確認してみるのもいいと思います。で、まず第一章、労働組合の登場人物ということなんですが、えー、労働組合法のお話をするにあたってですね、その登場人物を紹介しておきます。で、主な登場人物としては、まず労働者ですね。それからその相手となる使用者ですね。それから、まあ、 当然、まあ、労働組合という、まあ、この3人の登場、3人というか3方の登場人物があるわけです。で、今日はその第一の登場人物である労働者というものについて説明をしたいと思います。まあね、なんか労働者というとね、なんかそんなに難しい問題じゃなくて、我々は労働者だし、ねえー、彼も労働者だし、 いや彼はあ会社経営者がから労働者じゃないなということにね、大方のイメージっていうのは、まあ、皆さんお持ちだと思うんですが、実はあのー、労働組合法に、ね、労働者の定義っていうのがあるんですねで。ところがね、この労働組合法の労働者の定義は、あのー、私はあのー、以前に個別的労,労使関係法ということで、 労働基準法だとか、労働契約法というのをですね、えー、説明したんですが、これらの定義とですね、えー、ちょっと違うんですよね。そこら辺をちょっとあ解説していきたいと思います。でまず、労働組合法第3条に労働者の定義がありまして、この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料、 いいですか。賃金、給料、その他、これに準ずる収入によって生活するものを言う。この、その他、これに準ずる収入によって生活するものを言うというところにちょっと注目しててください。それから、次に比較して労働基準法第9条にの定義、労働基準法第9条には、労働基準法が適用される労働者というのはこういうものだという定義があるんですが、 この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、ね、そこは同じですよね。事業または事業所、事務所、や事業または事務所以下事業というに使用されるものでと、いいですか、使用されるもので賃金を支払われるものを言うと。この使用されるものという意味ですが、これは、要するに、 その、使用者の指揮命令の、に従って、えー、仕事をするというような意味ですよね。そういう理解をしていただければいいと。使用されるもの。で、これが労働組合法には入っていないんですね。だから、まあ、労働契約法は比較的新しい定義ですがあ、ごめんなさい、法律ですが、その定義はどうかというと、 この法律において労働者とは、使用者に使用されて労働してた。やはり使用されてというようなことが入ってくるんですね。それから、賃金を支払われるものという。ここではもう賃金というふうに、まあ,あ、労働基準法でもそうですけど、賃金を支払われるものということで、えー、労働組合法のですね、 賃金、給料、その他、これに準ずる収入によって生活するものという表現よりは、より限定的に書かれているんですね。この辺がですね、一つの、まあ、今後、労働者性をですね、労働組合法上の労働者性を決める、一つのですね、メルクマールとなる、まあ、定義ということになるわけです。 ま、繰り返しますと、どこが違うかというと、校舎の2つの法律には入っている、使用されるもの、ないし使用されての文言が、労働組合法には入っていないのですと。えー、少し、あの、学術的な表現を使うとですね、労働組合法上の労働者には、使用従属性、 これは、あの、要するにいろいろ、まあ、言い方あるんだと思いますが、まあ、ここではですね、えー、雇用契約、労働契約、ね、労働基準法だとか、労働契約法に適用される、えー、労働契約というのは、要するに、えー、一旦契約を結べばですね、その契約の範囲内で、日々のことはですね、使用者の言う通りね、えー、労働者が、 使用者の一方的な命令に、労働者は基本的には従わなきゃならないということのことをまあ使用従属性だというふうに理解していただければいいのかなと思います。まあ、いろいろな理解はあると思いますけどね。ということはどういうことかというと、あそれからですね、これには書いてないんですが、えーまあ、触れてない書物なんかありますけど、先ほどあの えー、労働基準法とか労働契約法には賃金と書かれてありましたね。賃金を支払われているのと。だけど、労働組合法上はそうではなかったですね。賃金その他云々ということがありましたよね、えー。そこがやっぱり違うんですね。で、労働契約を結んで働いていない人。要するに指揮監督の下で働いていない人では、もう、 労働組合法の上では労働者となる可能性があるという。そういうことになるわけですね。で、労働基準法や労働契約法の上では、これらの法律が定める労働条件の保護を受けられないものでも、労働組合法の上では団結権の保障や団体交渉の促進という保護を受ける労働者になり得るということです。で、この辺がですね、まあ世の中は、うん、 ではあままり理解されれてないなところかもしれませんねそのよくね、えー、使用者のがですね、えー、この方々たちは私どもの従業員ではありませんので団体交渉に応ずる義務はありませんというような表現を使う時がありますけどまあそら辺がねこの議論のポイントになるわけですね。 確かに、要するに、労働契約という形式も取ってないし、その、常にね、す、え、べ、ー、てを拘束しているわけでもないし、ということで、えー、ここは、この辺が問題なんですね。で、労働組合法上の労働者ですはですね、この使用関係よりもですね、 賃金、給料、その他、これに準ずる収入によって生活するというね。いいですか。賃金、給料、その他、これに準ずる収入によって生活するという社会的、経済的位置づけを重視したものだ。ということが言えると思います <laughs>。今回、あの、コロナ禍でもですね、いろいろ議論になりましたね。うん、いわゆる、 形式上はね、委託契約だとかですね、受け負い契約と言っているけれども、実質的にはですね、ある一つの企業に、まあ、の仕事をですね、専門的に形の上では受け負って仕事をしている人たちはですね、この、まあ、えー、コロナ禍でですね、えー、その仕事の量がどんどん減っていったと。 で、それで大変生活に困ると。ところがですね、この、それが、あの、労働基準法なり、労働契約法が予定している労働者であればですよ、労働基準法なりが予定している労働者であれば、当然ですね、あの、えー、休養手当、ね、休養手当の対象になりますし、それから、あーその給与手当を払った、 あー使用亡選定はですね、あのーあ、雇用保険法からですね、えー、保険支払いがされるわけですねで。そういうことで、まあ、労働者というのは、まあ、保護されるわけですが、そういう方々は、あのー、形式上そういう労働者には入らないわけですから、保護を大量で受ける議論にはならないわけですね。だから、 ああいう形で議論になるわけですね。うん、で、私もいろんなね、えー、企業さんを見てまいりましたけど、確かにですね、その、なんていうのかな、あの、従業員として雇ってしまうとですね、使用者は、うん いろんな負担が生じてくるわけですよ。例えば、えー、労働保険と言われる労災保険、雇用保険には入らなきゃいけないし、それから、えー、厚生年金もあー、それから健康保険にも入らなきゃいかん。で、それも、まあ、費用、まあね、半分は、あ消費者が負担する。ね。まあ、そういったことで、いろんなまあ、 問題があるわけですね。で、それから労働基準法もきちんと守らなきゃいかんと。ね。いうようなことになって、ー負担となると。当然、最低賃金法も守らなきゃいかん。えー、ということがあるんで、えー、できればですね、契約形態を変えてですね、えー、ああいう、その、 委託だとか、委託契約だとかですね、受け置き契約という名称に変えてですよ。あの、まあ、使い勝手が良い、表現悪いですけどね、使い勝手が良い働く人たちというような形に従うところが、従う経営者も結構多いわけですね。でそこはやっぱり法の、あ,あの、 抜け落ちている部分、形式上は抜け落ちている部分をついてくるということになるんだと思います。で、この労働者性についてより具体的な例で説明しましょうということで、今挙げたことも一つそうなんですが、人、方々もそうなんですが、あの、失業者。この失業者というのは、使用される ものでも、使用されているものでもないわけですね。すなわち、誰かの指揮官特化のもとに働いているわけでもないので、労働基準法、労働契約法上の労働者には当たりません。しかし、労働組合法上の労働者には該当すると考えられています。で、繰り返しになりますが、条文上もですね、使用されるもので賃金を支払われるものではなくですね、 賃金、給料、その他、これに準ずる収入によって生活するもの、要するに、そういったものによって生活を予定しているものということになっており、現に収入を得ていなくてもですね、それを得て生活する職業にあるものという意味で区別されています。ね まあ、修行者に対してですね、解雇撤回要求なんていうことを掲げてですね、戦う労働組合もあると思います。えー、続いてですね、その、一見自営業者、一見自営業者と思われるような人、えー、契約の形式が雇用契約や労働契約ではなく、例えばですね、 委託契約、さっき言いましたけど、委託契約で仕事をしている人でも、労働組合法上は労働者ではないかということが問題とされることがあります。これに関してはいくつかの判例を紹介しておきましょう。で、まあ、エレ、イナックスメンテナンス事件というね、えー、平成23年の判例ですが、 あの、事案の概要はですね、えー、会社、住宅設備機器の修理等を用途するが、業務委託契約で締結している修理業務に従事するカスタマーエンジニア、以下、これを CE というね、カシラムトで CE と表現しますが、えー、が加入した労働組合から団体交渉の申し出を受け、 CE は労働者に該当しないとして申し入れ拒絶をしたことに対して、会社が申し、団体交渉の申し入れを拒絶したんですね。に対して、中央労働委員会が同社に団体交渉に応じるように命じたわけですね。中央労働委員会というのは、まあ、いわゆる行政としてのですね、こういう労使関係の調整に入る、労働委員会の、 まあ、親玉というかですね、えー、え上、ー、裁判所で言ったら最高裁みたいなもんですよ。その中央労働委員会が同社に団体交渉に応じるように命じたと。で、そこでこの命令の取り消しを求めて会社が訴えを起こした。要するに、その行政上の中央労働委員会の命令が、ね、えー、おかしいということで、会社の方が 今度は裁判所にその命令の取り消しを訴え、取り消しを求めて訴えを起こしたと。こういう事件です。で、判決の用紙ですが、いろいろ長いんでね、えー、ちょっと、えー、要点になるところだけ、えー、抜き出してありますが、えー、CE は会社の事業の遂行に不可欠な労働力として、いいですか、会社の事業の遂行に 不可欠な労働力として、その向上的な確保のために、会社の組織に組み入れられていた。ね。確かに雇用、形式的な雇用形態は委託契約かもしれんけども、まさに、えー、その、組織的にはね、まさに労働者と同じような形であったんじゃないかと。で会社が CE との間の契約内容を一方的に決定していた。 通常、その、契約というのはですね、対等ですから、お互いに話し合って決めるものですよね。それは一方的に決定している。これは後ほどちょっとまた触れるかもしれませんけどね。要するに、えー、一番最初の頃にお話し,しましたけど、その、なぜ労働法と言われるものができたかということの一つの大きな要因としてね、要するに契約、 契約を決めるに際してですね、えー、形式的には平等だと、ね。形式には自由平等なんだけど、実質的には圧倒的にですね、使用者の方に、あのー、交渉力の差で力がありですね、えー、基本的には会社が決めた労働条件に従うしかないというのが労働者制で、いわゆる労働基準法なり、 労働、そのオ労働契約法なりですね、ね、の法律の発展に、えー、なっていったわけですね。で、そういう意味では、その、会社が c e との間の契約内容を一方的に決定したということは、まあ逆に言ったらですね、その、労働基準法だってですね、適用の対象に、趣旨から言えるですよ、適用対象にしてっておかしくないんじゃないかというふうに私は思うぐらいであります。 で、次に C の報酬は、労務の提供の対価としての性質を有するものということができると。いいですか委託契約って何かというと、通常はね、自分はこれだけの専門的な知識があるから、それを企業に、ね、提供して、企業からいわゆる賃労働と言われるようなね、もの以上のね、報酬。いいですか 要するに、えー、企業利益ですね。を、売るというのは、まあ、痛くなり、請負になるのが正確だと思うんですが、ここでは、まあ、CE の報酬は、労ロームの提供の対価、そのものであったということですね。で、各当事者の認識や契約の実,実際の運用においては、CE は基本的に会社による個別の修理、補修等の依頼に応ずべき関係にある。ね。 会社による個別の修理、補修等の依頼に応じるべき関係にあったかっていうのは、要するに、えー、そんな自営業者というよりもね、実質的には従業員と同じようにね、えー、会社からあそこ行ってくれたら行かなきゃいかんというような関係にあったということですね。で、CE は会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督下のもとにロームの提供を行っており、 かつ、その業務について、場所的にも時間的にも一定の拘束ね。確かにね、えー、収容不足で何時から何時までというようなことが書かれてなくてもですよ。その、あそこに行ってくれ、こっちに行ってくれと言われれば行かなきゃいけないわけですから、場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたということができると。で、以上の諸事情を考慮すれば、CEE は会社との関係において、労働組合法上の労働者に、 当たると返するのが相当であるで。要するに、対等な契約関係にあるのんですよ。対等な契約関係にあるならば、個人がですね、えー、個人である、私、ま、こうで言えばですね、CEO、各人がですね、会社と交渉して決めればいいんです。で、嫌ならば、 CEO だって、じゃあわ私は辞めますよそ。その仕事は受け負いませんと言える関係にある。これが対等な関係ですよね。ところがうん、ここでは違うわけですよね。会社が一方的に、えー、その契約関係をね、決めて、それに従うしか、やっぱり CEO のいや、ごめんなさい、CEO のあた立場にはなかった。という意味では、 いわゆる、その、労働基準法なりで扱ってきた労働者と基本的には同じなわけですよね。だから、まあ確かに労働基準法をそのまま適用するかどうかについては、また、プラスアルファの議論はあるけども、少なくともね、労働組合法上の労働者として、要するに、交渉をえ実質的にね、対等に近いような形にあの持ち上げようというのは、 労働組合法上、労働組合法の目的なわけですから、そういう観点からは、労働者性を認めていいんじゃないか、ということを言ったんだというふうに思います。その次は、新国立劇場運営財団事件ということですね、えー。事案の概要はですね、年間を通して多数のオペラ公演を主催している 新国立劇場運営財団以下財団が毎年実施する合唱団員選抜の手続きにおいて音楽家等の個人加盟による職能別労働組合に加入している合唱団員1名を不合格とした。で、その合唱団員の不合格に関する組合からの団体交渉の申し入れに応じなかった。ね。 で、財団は東京都労働委員会から団体交渉に応ずべきこと等の命じを、命,命じられ、え中老院の再審査においてもこれを棄却する旨の命令を受けたため、その取り消しを求めて訴えを起こした。まあ、これはあれですよね。うん、要するに、えー、基本的にはですね、この財団はその、えー その、公演をね、やるにあたって、必ずそこの、ある一定の団体に所属している人たちからやってもらったけど、一人をね、外しちゃったわけですね。で、これはですね、労働契約、いわゆる純粋な労働契約ではこれはできませんよね。だって、10名なら10名に雇ってる中でね、 お前一人だけ来なくていいよと。当然、賃金なんか払わないよと。いうことなんでしょうけど、これは形式上はそうじゃないんだから、ね。労働契約じゃないんだから、それができるということなんだと思うんですね。で、それで、それだは、それはおかしいだろうということでね。要するに、えー、東京労働委員会に、これあの、 地老院、まあ地老院とか、まあ今最近はね、都道府県労働委員会というような言い方をするみたいですけど、要するにまず第一審としてね、都道府県に一つずつ労働委員会があるんですね。そこに、まず申し出をするわけですよ。で、そこで不満があれば今度先ほど言いました中老院に行くわけですね。で、そこで、まあどっちかがですね、その結論に対して不満があれば今度裁判所に持っていくということで、まあ、 非常に重層的にですね、あるわけなんですが、まあそんなことも後ほどお話し,しますけど、まあそういう事件だということです。で、そこで判決はどういったかというと、契約メンバーは各公演の実施に不可欠な過小労働力、要するにね、歌うことをまさに労働と見なしてるわけですね。不可欠な過小労働力として、 財団の組織に組み入れられていたと。ね。財団にとっては、あの、一つの大切なね、必要不可欠な、ああ財団という組織を運営するにあたっては、必要不可欠なあ人員ですよね。労働力としてみなしていたということですよね。で、各当事者の認識や契約の事業の運用においては、 契約メンバーは基本的に財団からの個別講演出演の申し込みに応ずべき関係にあった。どういうことかというと、あの、断るってことはできないっていうことですよね。そういう関係にあったということです。出てくださいって言ったら出なきゃいかんということですね。で、出演基本契約の内容は財団により一方的に決定され、こうにもありますよね。 要するに対等な契約関係にはなかったと。実質的には一方的に財団が決めてたと。で契約メンバーがいかなる対応で過少の労務を提供するかについても、もっぱら財団が一方的に決定してた。要するに労働の仕方もですね、えー、もっぱら財団が一方的に決めてた。で契約メンバーは財団の指揮監督のもとにおいて過少の労務を提供していたと。 ね、繰り返しになりますが、そういう形で。財団の指揮監督下に置かれてたんだと。いわゆる従属性があるんだということですね。で、契約メンバーは時間的にも場所的にも一定の拘束を受けてたと。ね。まあ、さっきと同じ論理ですね。で、その報酬は歌唱の労務の提供それ自体の対価である。これもさっきのと同じ論理ですね。えー、歌うことの対価。 以上のものではなかったと。ね。以上の諸事情を総合考慮すれば、契約メンバーでは、財産との関係において、労働組合法上の労働者に当たると解除するのは相当であると。ということで、さっきの、まあ、CE、事件とほぼ、論理の流れとしてはですね、同じような形で労働者性を認めたわけです。 で、この同一の日に出された二つの最高裁判決においてですね、労働組合法上の労働者を判断する際に、総合的に考えるべき諸々の事情が示されました。さっきお示しした通りです。で契約を名前だけで形式的に解釈するのではなく、すなわち委託契約だから労働者ではないと考えるのではなく、 ロームを提供する関係の実態ですね。実態に即して判断する必要があると。要するに、えー、どこで何をするかということについても一方的に決められてですね、それには従わなきゃならんと。ないしは、その、支払われる保証もロームの対価は以上のものではないとかですね。まあそういったいろんなことを示したと思いますが、そういう実態に即して判断する必要があると。 で身近な例としてはですね、プロ野球の選手などもイメージとしては労働者という感じは皆さんもお持ちにならないと思います。ね、我々が見ているプロ野球の選手はね、まあ、最,近最近の大谷選手の活躍が騒がられてますけど、まあ、歴代の名選手なんかを見るとね、えー、労働者という感じは皆さんもお持ちにならないでしょう。えー、確かにプロ野球選手等は税,税法、 税制法上では独立の事業者とされ、用具などもですね、スポンサーからの提供や自前調達しているなど、労働基準法上の労働者とは言い難いわけです。しかしながら、日本プロフェッショナル野球組織、これは断行横区仮処分事件などでは、労働組合法上の労働者性を認めた判決として、 皆さんもお聞きになったことがあると思います。で、この場合ですね、やはり最低年俸制ですね。要するに、野球の選手がね、何億円がどうのこうのとか十何億円とか言われてますけどね。そんなのはごく一握りてあって、要するに、まあ、1軍、2軍、3軍とあるわけですよね。えー、その中ではまあ、 うん、非常に、ね、低い年俸でやられてる人もいら,いらっしゃるわけですね。で、えー、野球選手っていうのは、まあうん、表現はあれですけど、まあ、使えなくなったらすぐっぽいですよね。という中で、まあ、年金制度だとかですね、それからトレード制、ね、あの会社の会社というか、球団の都合でですね、えー、A 選手と相手側の2人の選手とこう,こうトレードするだとかですね。 えー、まさに人事異動ですよね。一方的な人事異動です。という、そのトレード性などの対応がですね、やっぱり団体交渉事項、要するにね、えー、選手と、それから球団との団体交渉事項となり得ることや、球団による指揮命令という状態が存在することなどが考慮されたものだと考えられます。 で要はですね、労働基準法や労働契約法上の労働者としての労働条件等の方は受けなくても、労働組合法上は労働者として団結して使用者と団体交渉をすることは認めても良いという考え方です。いいですね。でより具体的に言えばですね、労働基準法では労働条件の最低基準の保障をしなければならない労働者とは誰か。ね 要するに、労働基準法で、例えば、労働時間はね、8時間だとかですね。それから、それ以上には、超過労働をするには、まあ、労使協定を結んで、ちゃんと超過労働、給を払わなきゃいかんとかですね。それから、休日は週1回与えなきゃいかんとか、年中休憩を与えなきゃいかんというのは、いろんな労働条件があるわけですが、 そういう最低基準を保障しなければならない労働者とは誰かという見方で、その範囲を決めることになるわけですが、労働組合法では労働三権、いわゆる団結権、団体交渉権、団体行動権の保障を及ぼすべき労働者とは誰かという見方になる。つまりどういうことかというと、えー、まさにこの労働三権というのは、交渉力、ね。 交渉力を対等にするために、実質的に対等に持っていくために、えー、一人一人の契約対象じゃなくて、団体として契約内容を交渉する。で、ために団結すること。で、それで団体として交渉すること。で、その結果、問題があれば団体行動を起こすというような保証すべき労働者は誰かという見方になるわけです。 で、このような視点からですね、最初に挙げた労働者についての定義規定がなされているということをよくご理解いただきたいというふうに思います。えー、でもね、あの、一つ考えていただきたいのは、要するに、うん、これとはちょっと離れますけどね、民法にはね、民法というその、まあ、労働、 基準法だとかの要するに、明治時代からある基本法というか、元になる法律ですよね。えー、まあ、その内容、ほとんどね、労働基準法なんかで修正はされてるんですが、そこにはね、働く形態として雇用契約と請負い契約と委任契約という3つの契約がないわあるで。雇用契約というのは、まさにいわゆる我々サラリーマンですよね。 それから、えー、委任契約というのは典型的にはですね、弁護士さんですよ。自分の能力と裁量によってですね、す、え、べ、ー、ての仕事をやっていく委任契約ですね。典型的な例ですよ。で、受けう契約というのは、まあ、いわゆる個人受けうの、まあ、大工さんみたいなもんですよね。大工さんなんかは、まあ、一つの典型例だと。で、これはね、あの、 何が違うかというとね、えー、者の委任契約だとか、あのー、受け負契約。もう受け負契約なんかとりわけ下請け負いって自分で働かなくてもいいわけですからね。物の,の完成をきちっとすればいいだけの話ですから。要するに、その人のね、裁量、ね、裁量で仕事をして、その人の才能で、えー、仕事をすると。で、成果が大きればですね、ね それなりの成果に見合った、あのー、報酬をたくさんもらえるわけですよ。その代わり、えー、才能がないとね、えー、場合によっては、あ本当に食えない <coughs>、食えない芸術家という言葉がありますが、まあそういうことになっちゃうわけですよね。だから、あハイリスク、ハイリターンなんですよ。ね。 リスクは危険性は非常に高いと。しかし、報酬も高いと。ね。というのはまあ、えー、ことを考えて、労働者にはならないで、要するに、労働契約ということじゃなくて、委託契約だとか委任契約だとか、屋上契約を結んでやってるわけですね。だから、その、その代わり、何かあった時の危険はですね、自分でなんか、 別にですね、私以上の保険なんかをかけて担保しておかなきゃいかん。ところが、労働者というのは確かに、あの、使用従属関係ということでね、あの、自分の好き勝手なことはできないけれども、ね、時間も拘束されるし、仕事も拘束されるんだけど、その代わりにね、それを保護するものとして、えー、労災保険だとかですね、その、えー、雇用保険だとか、 それから厚生年金だとかですね健康保険とかいうような、まあ、社会保険制度は揃っているし、まあ、それもね、えー、費用の半分ないし全部はですね会社が負担してくれるわけですで。しかもお、いろいろね、えー、労働時間なんかについても労働基準法だとか、それから賃金なんかも最低賃金ということで保証、保ねいわゆる最低の保証はされていると。だから そういうその選択の余地があってね、えー、あるからその3形態が成り立ってるんですね。ところが、あのー、今挙げたような例はそうじゃなくてね、選択の余地がないわけですよ。まあ、ちょっとプロ野球の場合はちょっと違うかもしれませんけどね、選択の余地がない。要するに本来なら労働者としても雇っていいはずなんだけど、どちらかというと会社側の便宜上ね、 あの、気楽さから言って、えー、委託契約だとかなんとかになっているのが、まあ、実態なわけですよね。ですから、せめて労働組合法の労働者として認めて、えー、交渉のね、えー、相手と契約交渉をね、えー、少しでも有利に進めれるように、労働者性を認めたと。労働組合法の労働者性を認めたということだと思います。えー それから先ほどの,あのプロ野球選手の場合もね、うん、私はあれだと思いますよ、あの確かにね、えー、当時その、役員になってね、あの某当時のヤクル,ヤクルトの、ねえー、選手があの委員長になってやってましたよね。彼自身はですね、まあそのえー、いわゆる高年俸を取ってた、ね、人であると思いますけど、えー 彼の属する、その、労働組合の中にはですね、先ほど言いましたように、要するに、三軍のね、えー、本当に三軍の試合でもなかなか出れないような、えごめんなさい、二軍、三軍の試合にもなかなか出られないような選手たちもいるわけですよね。まあ、そういったことを全部含めるとね、やっぱり、えー、そういう必要性があったんだろうというふうに理解できるわけですね。 それから、その時、よ、これも全く余計、これは私の全く個人的な意見です。ね。いいかは全く私の個人的意見ですが、私ね、この時にですね、その、要するに、プロ野球のね、視聴者側のある方がね、こんなことを言ったような記憶があるんですよね。野球選手ごときが何を言うか。野球選手ごときが何を言うか。という発言がありましたね。 これを聞いたときにね、この人の人間性相当疑いましたね。なんていうことを言う人なんだというふうに思いましたね。自分、だって自分だって、その野球選手が活躍してることでね、 あ,ある、まあ、それだけであれしてるわけじゃないですけど、事業の一部員になってる、えー、経営者の一人なわけでしょその野球選手ごときが。で、こういう発想ってのはね、だけど、あのー、意外と、経営人のサイドに立つ人がね、持つことが多いんですよね。 私も長年やってきて思いますけど、どこどこの会社がどうだったかというふうには言いません。いろんな経営者の方がいらっしゃいます。ね、で、多くの方がね、やっぱりちゃんと労働者のことも考えられていると思いますけど、中にはね、うん、こういうその労働者ごときがという発想の方がいらっしゃるんですよね。自分が儲けるための単なる手段であってですね。 嫌なねやめるやじゃないかという感覚の経営者がいないかって言ったらやっぱりいます。ね。だから、そういうことがもしね、表現されたり感情に出たりしたらね、これはね、具体的な問題以上にですね、それはそこの人の、そこに所属する人間をね、魚でしますよ。ね。なんだ我々をね、 のに対応している経営者とはこんな連中かと思うとですね、やっぱりちょっと耐えられないですよね。まあそんなことをふとちょっと思い出しました。これは私の個人的な意見です。まあ聞かなかったことにしてください。えということで、えー、今日はですね、労働者制ということについてお話をしました。 で、おそらくこの問題はですね、えー、今後も問題になっていくでしょうし、ねえー、最近では、その、うん、コンビニのね、えーえー、チェーン店の経営者がやっぱり、えー、団体交渉がどうのこうのとかですね、いろいろ議論になりましたね。それから当然のことながらば、 あ要するに委託業でいろいろね、まあ、このコロナ禍でいろんな形であった人たちの方法も問題になりましたよね。だから、おそらく今後はですね、そのこういう、何ていうかな、集団的な労使関係の当事者としての労働者ということは当然問題になるでしょうし、それにプラスアルファとしてね、いう形式こういう形式上は、 その、確かに労働契約じゃないんだけど、その形式の名を借りてね、実質的には労働者に近いような形でですね、人を使用していることの問題性もですね、やっぱり実態を明らかにしてですね、いろんな法的整備がされていくことが望まれるというふうに私は思います。ということで、今日はもうご清聴ありがとうございました。 今後とも一つよろしくお願いいたします。